なに、東海地方でなんかアニメ作っとるんだって。え、どんなアニメかというと、かわいこちゃんが、おめめの大きなかわいこちゃんが、そしてロボットが桜の中で、おっと、持っていたら再びかわいこちゃんが、で、かつ、またロボットが、つまり様々なロボットが、バンと、何かしらのバリアと、とっちめて、つまりロボットが、なんか刀なんかも、使ったりなんかして、結局素手で少年が、四季桜。佐藤二朗でした。